ええー、はっしーです。イエイイイのイエイ。<laughs> はい、えっ、ー、と、またね、最新の医師屋情報をまた、あの、端的に伝えていこうと思います。よろしく、お願いします。えぇ、ー、いきます。えぇ、ー、トラさん、出廷を放棄。ね。イラク、労働者のための退職及び社会保障法。 えー、2023年第18号を官報に掲載と、えー、そして世界中での、えー、ISO20022 と、えー、バーゼル3準拠の認定デジタル通貨と、銀行が明確化されていくという、まあ、タイトルがあります、えー。ちょっとずついきますか。はい。 えー、労働者のための退職及び社会保障法っていうのがなって、イラクね、イラクの事実ということで、えー、2023年第18号が官報に掲載された。官報。これイラクの官報ね、正式に載ったよということです。えー、次、えっ、ー、と、中国銀行、中国銀行が、えー、アルゼンチンへ初の人民元での投資と。 いうことが発表と。うん。えー、それから中国だね。えー、えー、えー、恒大集団とかよりももっとひどい。4倍の、えー、破綻が目の前ということで、えー、いろんな企業が倒産しそうだと。恒大より4倍のプロジェクトを抱えているだって。すごいね。デフォルト寸前。 うん、どうなっていくんだろうね。えー、中国、中国交渉銀行、中国交渉銀行、ICBC は中国最大の銀行、ね。資産と時価総額の点で世界最大の銀行の一つ。ICBC の評価額は歴史的に最低水準にある。最低水準だよ。ト、う、ラ、んえー、さん。 えー、罪状認否に出廷せず、ジョージア州、なんだ、あリコ、RICO、リコ事件で無罪の答弁を表明と。うん。えー、裁判所の新たな提出、う書類によると、トラさんは、選挙後の法的異議申し立てに関与した、シドニー・パウエル、お、懐かしいパウエル弁護士は、 無罪答弁を行え、行い、フルトン軍の事件での罪状認否を免除すると述べたと。難しいね。うん。えー、次。えー、香港証券取引所は、超大型台風、サオ、サオラーっていうのかな超大型台風、サオラーの接近に伴い、1日午前の株式取引を見合わせた。 正午の時点でも解除されていなければ、終日休場となると。うわ、すごいね。台風で約730兆円規模の株式市場で取引が中止。<coughs> すごいね。<coughs> ただ、中止か、だからね、うん。その後どうなったか。うん えー、中国五大銀行の預金金利を軒並み引き下げ、リザヤへの圧力を緩和だって。うん、すごいね。あと次、うん、あの、てんてんちゃんね。てんてんちゃんの弟がリーチ。てんてんちゃんの弟がリーチ。新型コロコロに感染。 えー、日赤医療ホニャララ病院。日赤ホニャララ病院でと。うん。ね。うん。てんてんちゃんもやばいけどさ。ね。うん。日赤も、うん。てんてんてんと。<laughs> えー、ジェームズ・カマー会議。ジェームズ・カマー会議。アメリカね。バイ・バイデン。バイ・バイデンの弾劾調査が差し迫っている。 うん、着々と。えー、何だろう。カリーヌ・ジャンピエール。カリーヌ・ジャンピエール氏は、バイ・バイデン政権が、すべてのアメリカ人に、最新の新型コロコロワクワク、ね、ピュッピュッを推奨すると述べたって。これ、すごいこと言ってるよ。うん。まあ、最後の悪あがきだね。 強制的らしいよ。全員。うん。うえー、トラさん。バイ・バイデンは選挙ふ、選挙ほにゃららに新型コロコロワクワクを利用するだろう。ね。えー、ロックダウンや、えー、口をむつ。ね。ワクワクの義務。従わないように。ね。バイデンの命令に従うな。と だって、バイデン命令に従うならってさ。すげえな。次。えー、メキシコ中央銀行。メキシコ中央銀行がヘッジプログラムを減らしていくと発表。うん。メキシコ当局が為替ヘッジプログラムを段階的に縮小だって。すごいな。大体いいさ、中央銀行が投資してること自体おかしいよね。うん。 えー、中央銀行のデジタルドルプロジェクト。中央銀行のデジタルドルプロジェクト。リップルの大規模なパートナーシップだって。もう終わったんだよ。うん、どういうことだろうな。おえー、日本、えー、千葉銀行では顧客の投資経験や資産の状況を確認せずに、 勧誘するなど悪質な販売が横行し、傘下の千葉銀証券、提携する武蔵野銀行とともに、金融庁から業務改善命令を受けていた。千葉銀行は、佐久間氏と、えー、米本氏の報酬50%を6ヶ月間言及するなど、退任した役員を含む9人について月額報酬、 50から20%を6ヶ月から3ヶ月間減額返上処分としたと。武蔵野銀行の長堀、東取りや千葉銀証券の稲村社長ら、3社の処分対象は延べ26人に上るだって。千葉銀も使ってるよ、僕。<laughs> 本当に。どうなってんの ここでローン借りてるぞ、俺。<laughs> えー、香港では5兆ドル。うん、えー、約730兆円規模の株式市場の取引が中止されたんだって、この台風で。すごいね。730兆円の取引するんだって。<laughs> すげえや。えー、試験運用だったデジタル人民元が9月1日に正式運用開始となる予定だった。 が、このタイミングで世界リリースするのかクエスチョン。ブリックス共通通貨はどうなるのかだってさ。うん。えー、イラク中央銀行は、えー、わらか銀行に対し資産5億ドル、つまりディナールで500億ドルを用意する必要があると伝えた。 そうしないと生産されるか、他の銀行と合併することになる。預金は保険が適用されて保証されますが、わらか銀行はアウトでしょう。だって。うわ、あ,あすごい。イラクに預金ある友達が、だって。市衛さんが調べたよ。イラクに預金ある友達がわらか銀行に アクセスできなくなりました <laughs>。ダメじゃん、これが。ええすげえやまあということで、えいろいろとね、ま、細かい情報が出てきてます。ま、僕の見立ては9.11だね、9.11。うん。なんたってあの時に、えぇ、むか、なくね、あの、暗殺されたジョン・エフ・ケネディがね、 あの日の、えー、当日の朝9時半、10時って言ったかなに、えー、ゲサラを発表する日だったんだよ。その1時間前に、あの飛行機が突っ込んでドッカーンと行ったの。1時間前。ね。わかるあれに、今回標準を合わせてきている発表をね、ホワイトチームが。なんか、あの、すごく、 あの、あり得る話だと僕は思ってます。ということでね、石屋の最新情報終わります。イェイイェイのイェイハッシーでした。イェイ